こんにちは、武田邦彦です。今日は後にもしかすると図が出るんですが、豚の生姜焼きのですね、お皿の図が出るんですけども、なんでこんなの出なきゃいけないのっていうふうに思うんですが、まだトランスシボンさんも何も出てこないでですね、基礎編ばっかやってるんですけど、実は現在、皆さん多くの人が心配しておられる食の問題はですね、何が不足してるかっていうと、何を多くの人がご心配になってるかっていうと、現在の日本のですね、食という問題の基本が全部忘れ去られちゃってるんですよね。江戸時代から日本人の素晴らしいところはですね、やっぱ食というのが何であるかっていうのが分かってたってことなんですよね。これはキリスト教の方なんかには失礼なんですが、人間だけが神様によって特別に作られたものではない。動物も一緒に地上で生きているんだ。だから、私たちが食を食べるのは他の生物の命をいただいてるんだっていう、そういう意識が非常に強かったわけですね。ですから、感謝をして食事をするという、それが日本の基本だったですね。現在でも本当はそうなんですけども、やっぱり忘れがちなんですよ。それがやはり何か添加物の問題とかですね、それからダイエットの問題とか、一時はダイエットって言わずにですね、厚生労働省が天下り先を作るためにメタボ、メタなんとかシンドローム、もう覚えたくないんですけどね、そういう用語を使って一大国民運動をしてですね、金を取ろうというような活動をしたりですね、そういう食という、非常に人間にとってもちろん神聖なっていうかですね、ありがたい感謝をしながら、食事をしていかなきゃいけないのにですね、それを金の元にしようとかですね、太りすぎたから痩せようとかですね、そういう全然曲がった方向に行っちゃったんですね。で、私はこの豚については2つあるんですよ、思い出がですね。一つはある美術大学に私が非常勤講師で、デザインを教えてた時ですね。この豚の生姜焼き定食の皿っていうのはどういうデザインであるべきかと、考えたわけですよ。というのは、豚の生姜焼き定食を美味しく食べるという、人間の視点だけから見ればですね、この図にありますように、この写真にありますように、美味しそうな豚の生姜焼きと、それからキャベツかなんかがついて白い皿に乗ってるっていうんでいいんですけども、この中に人間のために命を捧げた豚の気持ちとか、自分の子供が食料になることを見ていた母親の気持ちはどうだっただろうか。豚の母親ですよ。それが何か食べる方の心の中を示すようなことができないかっていうですね。それを学生と一緒に考えたことがあったんですね。つまり人間の人生っていうのは悲しみがあるんですよ。それは他のね、命を取らないと自分が生きていけないっていう基本的な矛盾があるわけですね。だから日本はなんとか供養とか言って、だんだんそれが進みまして、針供養とか、無機物までですね、生命のないものまで、やっぱ供養したいという気持ちが湧いてきた。これは非常に優しい心でいい心だと私思うんですよね。もう一つは遺伝子工学の方でですね、その豚の遺伝子を一部切り取って、それを自動的に増殖するようにするとですね、豚の遺伝子の一部から豚肉を作ることができる。つまり、豚の頭とか神経とか、そういうものはなくて、肉だけの製造装置が作れるという研究があったことはあったんです。皆さん気持ち悪くなるからあんまり聞かなくていいんですけどね。それはもう、新聞とかそういうんで大いに叩かれましたよ。そんな気持ち悪いものを食べられない。で、私はですね、豚のお母さんの気持ちになれば、我が子が殺されて豚肉として食べられるよりかはですね、人間が遺伝子で、命のない、豚肉というのを作れるようになるってことは、人間にとっては気持ち悪いかもしれないけど、豚にとってはいいことじゃないかっていう論説を書いたことがありましてね、もう全然評判良くなくて、何を書いてるかわからないなって言われたんですが、私はね、自分の腕をね、肉を削いでね、食料に提供してくださいって言われたら、嫌だと言うと思うんですよ。だから自分本位だけのことを考えてる人間と、自分の体を人間の食事に提供しようということで、考えられる豚と比べますとね、これはどうも豚の方が偉いんじゃないかと。よくこれは学生とですね、酒なんか飲みながら、
君よりか豚の方が偉いんじゃないか。だって君はなんか自分の肉を提供してくれたら嫌だって言うだろうけど、豚は喜んでかどうかは別にして、まあ粛々と自分の肉を人間に提供してくれるじゃないかと言ったことがあるわけですね。まあ今度のこの食と添加物の件について、まあそういうことにご興味のある方と何人かお話ししますとね、とにかく自分だけ、人間だけって感じなんですよね。一番ひどいのは、食べ過ぎて肥えてきたのでダイエットしようと思ったら、ダイエット食品の中に有害な添加物が、これで健康を害したらどうなるんだとこう怒ってる人がいましてね、その時私はまあしらけちゃったですね。っていうのは、余分に食事をしたわけでしょ。自分が生きていくのに必要なものを取るんじゃなくて、それ以上に食事を取っちゃったと。だから必要以上に太っちゃったと。それで糖尿病があるとか、なんとか言うんで、食事の量をぐっと減らすならいいけど、ダイエット食を食べたいんだ。ダイエット食の中に、有害物が入ってるから、俺の健康はどうしてくれるんだ。いや、この人どういう気持ちかなと思ったんですよね。だって、他の生物の命を余計に取りすぎて、自分が太りすぎたので、その自分がダイエットの、まあ、薬を飲むとか添加物を取るとかしたいと。それが自分の健康に有害であると。いや、健康に気をつけるんだったら、まず食べるものの命を考えたらどうかと。まあ、こう思ったわけですね。まあ、豚の生姜焼きをここで写真を出してましたのはね、私が人生で3回ぐらいそういうことを言ったことがあるんですよね。まあ、豚の生姜焼きの皿のデザインを考えたときに、この食物というのは、食物のデザインですね。お皿のデザインっていうのは、命をいただく容器だから。やっぱり命をいただくことに対する我々の、まあ、考えですね。それが入ってなきゃいけないんじゃないかと思ったりですね。それからまあ、私は科学者ですから、まあ、もしも人間が命をいただかない食物を食べられるようになったら、他の生物のお母さんたちはやっぱり喜ぶだろうと、こういうふうに思ったわけですね。それから見ると、まあ現在のですね、私はまあ、添加物ばかりじゃなくてですね、その太っちゃったからダイエットをするというのに非常に違和感があるんですよ、実は。太ったんなら命をもう少しいただかなくていいんだから。やはり食べる量を減らすと、つまり命のいただく量を減らすっていう方がいいんじゃないかと思ったりするんですよね。昔非常に、まあでも、まあご活躍されてるかどうかちょっと知らないんですけども、佐藤三平さんっていうよく新聞の4コマ漫画でね、まあ、素晴らしい作品を残された漫画家の方がおられるんですね。まあその方の漫画はある時で、今からまあ60年ぐらい前かもしれませんが、読んでおりましたらね、命をいただく数が多い方がいけないのか、とかいうのがありましてね。例えば、なんですかね、ちりめんじゃこって言いますかね。小さな魚、シラスとかね。それから、しじみ。まあ、こういったものをですね、食べようとすると、いっぺんに命を100個も200個もいただくことになりますよね。それに対して、まあ、牛、牛肉をいただくってことになると、まあ、1頭の牛からかなりの人が食べられますね。どっちが食べ物として適切かと。まあ、いう佐藤三平さんの漫画。今でも頭に残ってるんですよ。一体人間が命をいただくということはどういうことなのか。まあ、僕もよく新幹線でお弁当を食べるんですけどね。まあ別にお弁当を食べることに命のことを考えてるわけじゃないんですけども、やはりすいませんという気持ちは僕からは消えないですね。しかし、それがこの自然の営みですから。その自然の営みの中で生きる。つまり自然と一緒に生きるという点ではですね、昔の日本の文化の中に、いつも食事をいただくっていうことに感謝をして食べる。まあ、できるだけ自分の命を健康に保つ以上は、有効的に食べるっていうんですかね。まあそういうことをやめるということが非常に重要じゃないか。まあ、そういう意味では、ヨーロッパの文化はですね、人間だけ特殊なんだ。いくら食べてもいいんだ。もうちょっとだけ命を殺めて、ちょっとだけ食べて、あと全部捨てちゃっていいんだという文化に日本は染まりたくない。それはこの食と添加物の中で、特に女性の方にですね、深く考えていただきたいというふうに思います。まあ、女性といったのは、
女性の方がこういうものに携わることが多いだろうし、関心が高いだろうということで、決して男女どうのこうのってことじゃないですよ。全然そういうことはありませんが、まあ、そこのところを一つですね、考える必要がある時期であるというふうに思います。